今は6度でめっちゃ寒いです。こんな感じ。亀戸天神の梅まつりの隔たりが立ってます。じゃあハロー YouTube。 今日はね、曇ってて寒いのでフードかぶってます。これね、すごいふわふわでめっちゃあったかいです。おすすめ。 YouTube の方もどうぞ。さっき亀戸駅前です。見えるかな総武線見えた。はい、じゃじゃじゃん。好きな子いるけど、好き屋さんとか店屋さんとかいろいろあって、あ、ここ、ネカフェ自由空間さん。じゃじゃじゃーん。はーい、こんな感じで。今日はね、めっちゃ寒いのよ。こないだね、お散歩した時はすごい暖かくて、それさ、すっごい厚着してたのね。それで、いつもさ、お散歩するとさ、汗だくなのよ。だからさ、今日はいつもよりちょっとさ少なめにしたんだけど、寒いそしたらこの前お散歩した時となんかね、10度ぐらい差がある。あ、なんかランチやってるね。ザザザザー、梅まつりのフラッグがいいね。素敵だよね、ほらじゃじゃじゃーん。あ、ラーメン屋さんのラーメンのいい匂いがする。美味しそうな匂いが。じゃーん、これで結構ね。あ、ここ花まささん。これでここの亀戸中央通り商店街をずっと入っていくと、中華街が、中華屋さんがいっぱいあって、ちょっとした中華街になってます。じゃーん。あー、いちご美味しそう。見て見て、ほら、何、とちあいかだって。あー、398円。おいしそうね。大根とかキャベツとか。小松菜58円。あ、安いね。じゃらーん、さすが花正さん。じゃあちょっと待ってね。ここずっとね、中華屋さんがいっぱい並んでます。この辺も。あ、定食680円からだって。安いね。じゃーん、じゃじゃじゃん。モスがって見える。あとね、あ、ここも中華屋さん、チャイナ厨房さん。定食650円。おお、どこだったかな。なんかあっち側にね、あの辺に釣りをしながらね、なんか生けすがあって、その中に釣りができるお店があるのよ。それで釣ったお魚をね、その場で調理してくれる、あれかな、あ、ザウオさんかな、あそこにある。多分あそこだと思う。興味のある方はね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。じゃーん、寒い。こんな感じで、おー、
ってね、ちょっと寒いからさ、北海道を持ってたんだけど、北海道がちょっと邪魔になってきた。あ、見て見て、梅まつりがね、2月4日から3月3日までですって。2月4日から3月3日。うおー。明日から？あ、明後日か。明後日からだ、梅まつり。ちょうどいいかもね。なんだっけ。こないだ見たときはさ、亀戸天神の真ん中に咲いてるね、梅がめっちゃ綺麗だったね。ザザザザザー。あそこに行くのにはさ、梅屋敷はさ、ここの交差点のところなのね。だからずっと亀戸駅を北口に出てまっすぐ歩いてくれば、ほら、着いた亀戸梅屋敷。じゃーん。じゃ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 ーん。亀戸。本日寄席開催日ですって。ね。すごいね。13時半から開演だそうです。すごい、わー綺麗だな。わー綺麗、見える？もう満開満開。見えるかな。ごめん、あ、ここにも梅がある。なんかね、水戸の光圀さんとか、あと義経さんがね、ここのね、江戸やす、梅屋敷の梅をね、すごくね、気に入ったんだそうで、じゃーん。昔はね、なんかもっと広かったんですって、梅屋敷。それで、なんかね、感じで、それで週末になるとね、キッチンカーとかが来てて、じゃーん、あ、見て見て、ここの白い梅も咲いてるね。じゃーん、この上りもいいよね、素敵よね。あ、かわいい。見て、すごい綺麗。あ、かわいい。
好きのね、しだれ梅がだいぶ小つぼみがねいっぱい、ほらこないだより、昨日は来なかったんだけど、わかるかな、ほら少し咲いてる。おー、かわいい。ちょっと待ってね、ほら、この梅の拙者が難しいな。綺麗だね。もうちょっとだね、しだれ梅も。だいぶ咲いてきたけど。めっちゃ綺麗です。見える？はい。こんな感じ。うわ。あ、風情があっていいね。素敵ね。ちょっと待ってね。じゃじゃじゃん。嬉しいな。この辺かな。かわいい。わあ、綺麗。
ゃじ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 ゃん。伝統工芸品、あの江戸切子のグラスとか売ってて、すごい可愛いです。あとね、明日節分だよね。こないだ行ったらね、赤鬼と青鬼のぬいぐるみがあってね、すごい可愛かった。じゃじゃじゃん。じゃん、綺麗だね、めっちゃ綺麗。じゃ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 ん。あ、なんか美味しそうな匂いがする。わあ、綺麗。はい、はい、こんな感じで、ぜひね、皆さん興味のある方はいらしてみてください。ここ入れるのかな。はい、あ、 あとここに、あ、椅子がある。うわ、すごい。うわ、これはありがたい。それでね、こっち側に向けると赤い目も、よし、もう一回。見えた？よいしょ。はい、そしたらね、なんだかんだ
ここテーブルありがたいです、ありがとうございます。はい、椅子があってここでゆっくりお勉強できた。そしたっけね、提灯って、提灯のことランタンって言うんだね。はいはい、提灯が紅白の、見て可愛いよね、亀戸梅屋敷の梅の花と亀ちゃんの絵が描いてあって、ライトアップされてます。はい、こんな感じでめっちゃ綺麗です。はい、それでね、ちょっと待ってね、この辺に立つとじゃん、こんな感じでこんな感じで、あ、こんにちは、じゃじゃじゃーん、今亀戸梅屋敷に来てます。はい、こんな感じでめっちゃ綺麗です。ではね、早速これからじゃ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 ーん、こんな感じで、あとこれ薬業隊さんのこの血の輪くぐりをするといいそうです。はい、じゃ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 ーん、最後にもう一回、おー、綺麗。この間はね、こっちの白い梅咲いてなかったもんね、一昨日はね。今日は白い梅が咲いてめっちゃ可愛いです。はい、それと見えるかな、こんな感じで最後にちょこっともう一回海を見てこっからだとね、じゃじゃん、梅のいい香りがする。ほら、だいぶ咲いてきたね。ちょっとお勉強してる間に少し咲いてきたみたい。ほら、こんな感じで、じゃーん。じゃあ、そろそろ今日はこれで梅屋敷を後にして、これから亀戸天神に行きます。もうこんだけ咲いてるってことは結構咲いてるかもね。あ、青だ。あ、今日はずっと曇りなのかな。ね。あ、すいません。向こうがまっすぐ行くと亀戸駅です。亀戸駅、あ、電車通ってるの見えてる。見えてるかな。はい、ああ変わった。ちょっと待ってね。はい。
よいしょ。英語の勉強ね、30分くらいしたんだけど、なんかゆっくりできた。落ち着いて。はい、梅まつり。2月4日から3月3日まで、お雛様の日まで、だそうでーす。じゃ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 ーん。ありがとうございます。椅子があったのでね、なんかゆっくり座って、英語の勉強できた。ほんで、ちょっとね、もう一回聞き直してみたら、なんだっけな、 Google 翻訳の音声がね入ってるかなと思ったらね、なんか入ってなかったのよね。あ、ここまっすぐ行くと香取神社でーす。なのでなんかね、私の声だけしか聞こえてないみたい。あれ、せっかくだから Google 翻訳の音声も入ってればいいのにね。おいしそう。はい、スタートね。もうこの明日金曜日、金曜日、あ、じゃあ今週末が見頃だね。あの梅屋敷、ぜひね皆さんいらしてみてください。じゃあ、あれだ、亀戸天神の梅も楽しみだね。じゃーん、よっしょ。あのなんだっけな、フリーワイファイがね、梅屋敷入ったのよ。なので、そこで、見せながら、まずは、英語の勉強を先にして、言いたいことだけ先に言って、それで、英語のお勉強が終わった後に、最後に、梅屋敷の、梅を見せて、本当はもっと上手にね、しっかり英語が喋れればよかったんだけど、なかなか簡単には覚えられない。簡単には覚えられない。本当にもう繰り返しじっくり、慌てずじっくりやっていくしかないよね。でも今日はもう満足。今日はもう大満足、我ながら。はい、よいしょ。それでね、パソコンで、画面キャプチャーがね、できるようになったので、それで画面キャプチャーで生配信してる様子も映せたし、そうすると、なんか、それはそれですごいお勉強になるよね。そのまんまアップロードもできるし、じゃじゃじゃーん。わあ、それで落ち着いてゆっくりできたのですごい助かりました。ありがとうございます。あ、トランペットの音が聞こえる。じゃじゃじゃん。あ、ジャズが流れてんのか、すごい。亀戸天神の東門まで着いた。ここはお寿司屋さん？あ、
よしよしよし、わー綺麗、あのシクラメンがすごい綺麗だね。あ、梅も咲いてる、すごい。ここは何、バー、亀戸ビア、へえ、そんなお店ができたんだ、すごい。ここは何屋さん、歯医者さん、歯医者さんができたんだ、へえ。じゃじゃん、なんかいろいろあるね。ここは個別指導塾、あ、塾ね、すごいいろいろあるね。そうそう、あの亀戸天神はあの学問の神様の菅原道真公の神社なので、ぜひね皆さん願いに来てみてはいかがでしょうか。じゃーん、おー、着いた着いた。お、なんか今日は梅のピンクがすごく濃いな。おー、綺麗だわ。じゃじゃじゃー、こんな感じで見えないかな、見えないか、見える、よっしゃ、あ、スカイツリーが見えない、はい、じゃ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 ーん、めっちゃ綺麗です。よし、はい、これで、あ、落ちてる、かわいい、じゃん。あ、こっち側の白い梅も咲き始めてきたね。おー、綺麗だ。見えるかな、こんな感じ、よし、おー綺麗だ。ちょっと待ってね、これは夏みかんかな、甘夏かな、少ししだれ梅も咲いてきたね。じゃあ、あー綺麗だね。おー綺麗だ。なんてね、まだあれか、少し咲いてきたね。
見えるかな。あ、いいね。あ、これは素敵だわ。おー、綺麗。おー、綺麗だね。うわー、綺麗だわー。おー、一個咲いたね。かわいい。あ、ここにも咲いてる。咲いてる、咲いてる。あ、これはかわいい。じゃじゃじゃん。これで見えるかな。はい。おー、かわいい。あ、だいぶ咲いてきたね、こっちの赤い梅も。あ、そっちが咲いてきたんだ。かわいい。よいしょ。はい、あ、すいません。お、かわいい。
綺麗。じゃーん、梅少し咲いてる、かわいい。じゃ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 ーん、こんな感じ。嬉しい。このくらいかな。これはね、赤い梅。うわー、綺麗だ。こんな感じで、はい、あ、嬉しい。今日はなんかゆっくり梅が見れて嬉しいです。行こっか。わあ、綺麗。ちょっと待ってね。あれ、どこだっけ。あ、あった。ちょっと上手に撮れなかった、ごめんなさい。あ、いった。かな。あ、いい感じ。うん、できた。ちょっと待ってね。あ、かわいい。かわいい。よし。はい。おお。あー、こっちのしだれ梅も咲いてきた。おー、かわいい。おー、いい感じ、いい感じ。すごい。ちょっと待ってね。紅梅殿のしだれ梅も咲いてきた。うわー、綺麗。やばい、これは綺麗だ。
見えるかな。うわー、綺麗。おー、綺麗だねー。すごい。すごい綺麗。うわあ、これは素晴らしい。ありがとうございます。すごい。よー。じゃじゃーん。わあ、綺麗。わあ、今日満開だね。最高、素晴らしい。じゃーん。ちょっと待ってね。うわあ、綺麗。ああ、素敵素敵。はい。よっしゃ。パプシ。はい。ありがとうございます。よっしゃ。うわぁ、よっしゃ。わぁ、綺麗。あぁ、これは綺麗だ。はい、ちょっと待ってね。うわぁ、綺麗。素晴らしいね。あ、そこのしだれも咲き出した。かわいい。じゃじゃじゃん。あー、かわいい。
ね、かわいいわ、すごいかわいい。これは嬉しいね。あっという間に咲いてきた。おお、かわいい。ほら、すごいかわいい。もう随分ね、咲いてきてるので、今週末、すごいいい感じ。今ね、すごいいい感じなので、ぜひね、皆さん、いらしてみてください。うわー、かわいい。うわ、ここの梅も、しだれも咲いてきた。少し。ほら。うわー。ね、見事だね。やっぱ一日おきぐらいに来るとね、そのお花の咲き具合がこうよく分かっていいね、ね。あ、なんかこれはなんかあるのかな、この、あ、1125年の大祭のやつなのかな。ね、あ、梅咲いてきた。これ紅白のね、ピンクと白い梅が一本の木にね。ちょっと分かりづらいか。はい、これ絵馬があって合格祈願の。すごい、これはなんでこれを立ててるんだろうね。じゃじゃじゃん、こんな感じで。やっぱそれがあるからかしらね。あ、節分。あー、明日節分だ。明日節分。おいおいおい、なんて読むの、おい何歳。午後5時半。あ、明日5時半にやるんだ。へぇー。あ、それは、こういうの立てるよね。すごっ。うわー、明日節分。豆まきってこと？もしかして。豆まきかなんかあるってことかしらね。わかんないけど。ごめんなさい。明日なんか節分のなんかが5時半からあるそうです。興味のある方はぜひね、いらしてみてください。梅もね、すごい綺麗なので、明日。うわー、かわいい。見て、すごいかわいい。わー、かわいい。すごい。うわー、すごい。あー、かわいい。じゃあ明日はもう大にぎわいだね。そりゃ混むだろうね。よいしょ。あー、きれい。おー、かわいい。おー、かわいいわ。ちょっと待ってね。おー、すごい。あ、ここの梅も咲いてきたんだ。
へえ、すごい。ああ、素晴らしいね。すごい。今年はなんかすごいな。あ、よし、ちょっと待ってね。あ、ここの梅もね、咲いてきた。びっくりした。おお。はい。うわ、怖い。え、そんなに？そんなに幅寄せする？怖っ。ありえないよね。そんなにさ、幅寄せしなくたってさ、いけると思うんだけど。あ、まあいいや、びっくり。皆さんいろんな人がいるので気をつけましょう。うわー、きれい。うわー、きれい。そうそうそう。あー、きれいだ。あ、かわいい。こんな感じでめっちゃ綺麗です。わあ、嬉しいな。ここは熱帯人気なので、
ということで、ちょっと待ってね。わあ、めっちゃ綺麗。明日楽しみだね、これはね。よいしょ。じゃじゃじゃーん。うわー、きれい。じゃ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 ーん。あ、すいません。うわー、きれい。よっしゃ。こんな感じ。わー、いい感じ。すごい。うわー、これはすごい。うん、先週来た時から比べたらね、ずいぶん咲いてきたよね。ほら、まあ1ヶ月かけて梅まつりがあるのでね、皆さんゆっくりね、慌てず何回も来てね見てってくださいな。よし。うわあ、今日はなんかゆっくり、寒いからかな。ゆっくりお花見ができて嬉しいな。よし。
かわいい。もうあれが咲いてる。ほら、ツツジ。早っ。じゃ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 あ、これは嬉しいな。めっちゃ綺麗。あー、これは綺麗だ。素晴らしい。じゃじゃじゃーん。こんな感じで。めっちゃ綺麗でーす。そこのね、梅が咲いたのよ。ちょっと待ってね。はい。あ、ここだな。ちょっと海が見えないかな、見えづらいかな。
はい、ありがとう。